人の女将軍に3000人の美男が仕える場所、大奥。そなた何が望みじゃ。大奥における最高の権力。篤姫様がたった今目まかられたそうにございます。金などいくらかかってもよい。何としてでも気を引き、聞かなれ。上さん相手構わずやさかいな。世継ぎを産むことに専念せよと、わしは政から遠ざけられたのだ。バカバカしい、なんという世の中だ。生類を憐れめば世継ぎが授かると本心より信じておられるのでござりますか。風の若い男たちを喜ばせるために、わしがどれだけのことを男の中で。将軍というのはな、卑しい女のことだ。初めてお会いした時から私はあなたに恋をしていました。その秘められた愛が大奥の歴史を変える。